以前の動画で鳥取県で展示されたり、あるいは貸し出されていた人権啓発パネルの内容がかなりおかしいという話をしたんですね。部落問題についてね、部落出身とかそういうの気にしないとかね、部落はどこなんてよく知らないとか、そういうことを言うと、自分が知らないことをないことにしないでよとかね、簡単に関係ないって言うんだな、私はこれまですごく悩んできたのに、というふうに難癖をつけられてしまうっていうような話をしたわけです。もう、ここまで来るとね、もう、宗教というかもうカルトですね。よくもうビーガンとかね、フェミニズムとかあの辺もカルト化してるっていうけど、もう部落問題なんてもう昔からカルト化してるんですよね。もう完全にね、部落差別なくそうなんていうようなこと考えてないんですよ。このチャンネルをやってる部落探訪が、まあ、後出しじゃんけんで法務省に差別認定されてるわけだけど、じゃあ部落はどこが僕は気にしませんとかそういうことになったら、今度はまたそれで文句言われるんですよ。どこに生まれたとか関係ないって言っても、それで文句言われてしまう。だから、これね、もはやもう、部落差別をなくそうなんていうことじゃないんですよ、もうこの行政や運動団体がやってることは。とにかくね、とにかく難癖つけて、こう、お金を引っ張りたい。あるいは、平井鳥取県知事が言ってたけど、ほんと心の病ですよ。平井県知事は僕に対して心の病って言ってるけど、これ見るとね、病を抱えてるのはもう鳥取県の行政とか運動団体の方でしょ。ちょっと、病気の人がもう啓発パネルを、作ってるっていう状態に近いんじゃないかと思いますね。で、これが鳥取県だけの話かっていうと、いやいや、もう全国こんなんだよっていうようなことがね、そういったお話をちょっと視聴者の方からいただきまして、これ、行政向けのね、人権研修の資料だそうなんですよ。北九州市人権推進センターって書いてあるから、北九州なんですかね。行政向けの、まあ、これが一応その概要なんだけども、これがま、スライドの内容ですね、当時。研修で出された、新任人権教育担当主任研修、童話問題。これね、同じことが書いてあるんですよ。DV、そんなの気にしない、童話問題。関係ないよ、そんなの俺気にしない方、気にしないから。気にしないって言葉、お前の背負ってるものには興味がないって聞こえたって言って、もう、これと同じことをね、やってるんですよ。ほんと、公式の行政向けの教育でね。これ、こんなことをやって本当に部落差別なくなると思いますか？これ、もうほとんどね、本当カルトじゃないですか？これ。北九州市の意識調査とかいろいろ書いてあるんですけどね。で、こんな意識調査なんて何にも意味がないんです。まあ私が言いたいことはですね、ちょっとこの資料を見ながらね、聞いていただきたいんだけども、よく部落差別があるとかないとかね、未だに差別あるんだって言うけども、そんなこと意味がないんですね、言っても。もう何を言ってもね、とにかく、その、もう何もかも、行政や解放同盟とかね、運動団体の言いなりになってくださいと、そうじゃなきゃ差別ですよっていうことなんですから、もうこの理屈はね。だから、よく浅田理論でね、橋が転んでも差別か、ああ、そうだ、みたいなことがね、あったっていうのを以前の動画でも紹介したんだけども、もうそうなんですよ。橋が転んでも差別なんです。今の状況は。じゃあ、差別をなくすって言うんだったら、じゃあ、転ばない橋を作ればいいのかっていう話になって、とんでもなくありえない解決方向になってしまうんですね。だから、もう差別をなくそうなんていう考えはなくて、とにかく、何でもいいから差別って何癖つけようっていうのが目的になってるわけです。だから、こんな状態で差別をなくそうなんていうことを言っても無意味なんですよ。どんどん問題がなくなっても、何の問題もないことをですね、差別だって何癖つけてくるわけですから、そんな状態で差別をなくそうなんて言ったって無理なんですよ。そうじゃなくて、もう差別だって言って何癖つけるのをやめようって言いたいんだけども、そういうことを行政や運動団体がね、税金使ってやってるから、もうどうしようもないんですよね。ここでいろいろね、紹介されてますね。心理的差別とか言ってるけどね。で、寝たくを起こすな論。批判してるけども、じゃあ、ブラック問題についてね、いろいろ知ろうとか調べようって言うとまた文句言ってくるわけだから、もう詰んでるんですよね。何でもかんでも、差別だ、差別だって言ってくるわけだから、だからもう差別なんていう言葉はね、使わない方がいいと思うんですよね。で、差別の7つの立場。差別をなくすために努力する人、傍観する人、無関心な人とかなんかそういう風に言って7の立場を目指そうって言うけどね、7の立場って結局はね、もうロボットになって、もう解放同盟とね、
あとはもう行政の言いなりになれっていうことですから、もうカルトと変わんない。カルト教団の洗脳と変わらないと。このね、人権研修の内容を見て、多分ね、もうほとんどの人はもう、まともな人はこれで差別なくなるっていう思わないですね。多分こんなことやってるからもう差別なくならないっていうか、いつまで経っても問題引きずるんだと。余計に部落に対してね、あ、部落ってこんな異常で異様で気持ち悪いものなんだっていう印象になってしまうわけですよ。こんなことをいつまでもやってたら。まあ、行政のね、研修とかね、これから受ける人いると思うけども、その、自分たちがね、持ってるおかしいっていう感覚は全くもってまともですから、そこでね、こういう研修をやってるね、こういう人に同調してしまうと、もう洗脳されてしまうから、こういう研修があったら、もうこれはね、オウム真理教なんかもうカルトのね、研修とかね、あるいはちょっと悪徳商法のね、なんかこう催眠商法みたいな、もうそういうものだっていうふうに思ってください。こんなのに同調したらね、本当に洗脳されてしまうので、自分たちが、ね、こういう研修をね、聞いてですね、こんなことやってるから差別がなくならないんだと。こういうことやってるから気持ち悪い、部落って気持ち悪いっていうふうに思われるんだっていうふうな感覚っていうのは全くもって正しいので、それをね、その感覚を絶対なくさないようにしていただきたいですね。で、できればこういうね、気持ち悪いことは気持ち悪いっていうふうに言えるような社会になっていくっていうことは僕は大切だと思います。ということで今回はね、本当に貴重な資料を紹介いたしました。